どうもこんにちは、なちでございます。7月の16日火曜日です。龍慶市という監視ガチャが昨日から復活しております。本当はね、昨日動画出したかったっていうか撮ったんですよ。撮ったんですけど、なんか雑だったもうなんか雑だったんで、この動画出すぐらいだったら明日もう一回撮り直した方がいいなってことで撮り直しております。はい、今回は新キャラハイレン使っていきたいと思います。今回の龍慶市龍冠士ガチャはね、なんか覚醒が少ないキャラクターがたくさん追加されまして、このハイレンもね、覚醒がもう2種類しかない。バインド耐性と無効貫通しかありません。ただ無効貫通に関しては4つあるんで、かなりの貫通力を誇ります。スキルも結構強いです。 HP と覚醒無効状態を全回復、一旦の間無効化と、まあだいぶ防御向けのスキルになってますね。リーダースキルは水属性の HP が2倍、10コンボ以上で30倍、30倍火と水を同時に7個以上つなげて消すと3コンボ加算と。まあこのコンボ加算を使って10コンボしてくれやってことだと思うんですけど、まず通常盤面では使えないと思う。火と水が7個以上ある盤面がそうないし、7個っていうのがね、またね、1列だったら組みやすいんだけど、7個なんでね。まあ相方はジョイラになるんではないかということで使っていきます。まあできたらこのね、ジン使ってコンボ加算もできたらいいなっていう感じですね。さあ行きましょう。操作時間ちょっと怖いんだよな。 7×6 とはいえ10コンボって結構ねしんどいと思うんだよね、盤面によっては。だから耐性はしっかり積んできた方が良かったのかなって潜ってから思いました。これで10コンボだもんね。綺麗に組んでいかないとやばそうです。ただまあ火力は素晴らしい、組めたらね。なんといっても片側30倍ですから、そりゃ強いに決まってるんだよね。まあここは相手が耐えたら耐えたで倒せないで終わりなんで、多分10コンボになれば倒せると思うんでね。よし、バイバイ。で一応イズイズがいるんで、まあ、ウェイも考えていきたいんですけど、それでコンボ数が落ちるぐらいだったらみたいなとこはあるよね。闇属性は入ってない。9コンボこれが怖いんだよな。今後やらかしそうなんだよな。10コンボ強化とも相性いいですね。嫌でも10コンボにはなりますので、てかしないと倒せませんので、ウェイ組んでみようかな。じゃあこれでイズイズがだいぶ火力を出すはずです。4-3入りました。どうだ。あ、すごいね。やっぱバカにできないね、イズイズさん。超転生来たらどうなっちゃうのってね思いますけど、しばらくはないと思いますが、逆に言うとさ、フレイヤとかさ、ちょっとやばいじゃん現状。あの辺を救うために北欧神もそのうちこう超覚醒が出てきそうなんで、そこでどうなるかだよね。でまあ肝心なハイレンは無効貫通組まないと火力出ないんで、まあ、そこはしゃあないかなっていうとこあります。ちょっとつなげてみたいと思います。 7×6 のこう列組で7個なんで、やっぱ通常盤面だと相当ねドロップが必要ですね。通常盤面だったらまあリダフレで6コンボ加算なんで、まあ、多少はね多少はねでもないよな。ここはジョイラ使いましょう。硬い、まさかのこいつが硬い。その短縮は辛い、短縮辛いよこのパーティーには。なんかランダム思い出して嫌だな、 7×6 マス。あ、ちなみにランダムはね、最終日まで僕手をつけていなかったんですけど、17万6000ぐらいかなが出まして、まあ一応圏内には入りました。そんなにいいスコアではありませんでしたが、宝冠はもらえそうです。前回のランダムはさ、 7% なものの、まずクリアがね難しいというパターンだったんで、そこが厳しかったですね。
よく弾いたね。今の弾かなかったら危なかったね。あ、でもロックがあるから大丈夫か。意外と短縮長えな。ちょっとゴンジー怖いぞ。ここ短縮残ってんの怖いぞ。やらかしましたみたいな未来が見えそう。かといって使えるスキルもないので頑張るしかないと。落ち込ん先輩もよろしくお願いします。最初から落ち込ん先輩に頼っていていいのかって話ですが、さあどうだ。チェンフンからの、なんかチェンフンで体力回復したみたいになりましたねいやまずいぞ、結局まずいぞ。門芸を使うわけにもいかない。無効化を使うという新しい選択ありでしょう。負けるぐらいだったらありでしょう。どうせジョイラも同じ仕事ができますので。ほら今回も組めなかったね。あ、でもリーダーがアマツになってたおかげで多少火力は出たみたいです。短縮には気をつけましょうね。ターディスを編成するっていうのもありかもしれません。一応水属性だし、それもありかなと思いました。結構ね、あの兵長の武器とかで指伸ばしてもこれなんで、やはりこいつにな、何もないのかな、封印すらないのかな。そうだよな、封印問題もあるんだよな。ちょっと覚醒少なすぎだよね。もうちょっとあってもよかったよね、指ぐらいね。なんか意図があってのことなのか分かりませんが。回復ダウンもちょっと怖いぞ。で、次の仮面も貫通できるか分かりません。一応水属性のパーティーなんで、ウェイとかちゃんと組まないと、もしかすると貫通できないっていうことがね、あるかもしれません。結構いい感じの盤面なんですが、先制は受けたくないのでコンボは組んでおく。どうかな、4-3は欲しいよね。ここで4でしょ、でここで3でしょ。こう横にね、横に横に組んでいって、こんなんでどうかな、貫通していただけると嬉しい。なんとか10コンボ大丈夫でした。風神の木でも貫通してましたね。意外と大丈夫でしたね。ソティスちゃんですね。一旦回復します。ゴエモン怖いんで。なんか減ったんだけど何なの。使います。ゴエモンは多分受けれます。多分です、計算はしてません。ただ体力10万ちょっとあって片側軽減なんで、まあいけるんじゃねっていう今までの経験に基づきいけるんじゃねみたいな感じですが、果たしてどうかな。イザナミさんでした。お邪魔弾いてほしいな。あ、バインドか。まあここはアマツの列回復ありますので、それを活かしていきましょうか。パリンと入れていく。10コンボにはなりません。お邪魔弾きません。封印ちょっと怖いんだよな。これもしかして 80% ではないね。 100% はあるね。メルですらさ、封印持ってんのにさ、ハイレント来たら星5でも持ってるんだよ。頼むよ。なんかお邪魔があった方がかえって組みやすかったな。よし、ここも大丈夫そうです。水半減ありますが大丈夫です。回復ゼロ、すごいね。この場面で回復ゼロって逆にすごくない。はい、ここはじゃあ覚醒無効解除使っていきますよ。
ソイヤ大丈夫そうですね。このパーティーはまあカマエルがこの後来ても大丈夫っていう安心感はあります。ただまあリダフレのねスキルがね似たようになっちゃってるっていうのはちょっともったいないところもある。ここどうしよっかな。まあ10コンボ行かなきゃいいんで、こんなもんならさ10コンボ行かないと思うんだ。こわ、待て待て、さっきまでさ落ち込ん来てほしい時に来なかったくせにさ、これですよ。マジか、8コンボでもダメだったか。嫌な予感はしたんだけどね。いやちょっとねこっから遅延を受けて勝てるようなパーティーではないと思うんだ。まあその火力でゴリ押すことはできるパーティーではあるんだけど、この後ギミックが来ちゃうとまずいなっていう、ほらほら。いやでもこいつは光と闇がそんなこのパーティーないんで、もしかするともしかするかもしれないっていう可能性はある。さあどうだ、結構減らすと思うよ。ウェイ降ってきたし、どうかな、頑張れんかな。ワンパンチ、まだ希望を捨ててはいけませんね。いやでもこいつ硬えぞ。貴族性で 75% 張っちゃってますから、ちょっと不安なんですけど。ウェイが2つ入ります。さあ、あ、443入りましたね。いい火力、これいけるぞ。あ、最悪や、それは最悪。うーわうーわ、お前向こう側どうした。向こう側いつも向こう側するやん。なんでそんな殺意の波動に目覚めてしまったの。いやこれだってな、分割したらしたで負けな感じがするし。あ、それ繰り返すんだ、なるほど。そうか、メルがバインドされて毒耐性が 100% じゃなくなってたのね、なるほど。はい、ということでまあ敗因は家具土ですね、間違いない。そうか、なんでしょうね。いや火力は出るんですよ、火力はすごく出るんですけど、ちょっとギミックが入ってくると安定感がだいぶ落ちちゃうかなっていう、まあ、そもそも安定感があるか分かりませんがっていう感じだったんで、まあサブに入れて無効貫通用としてね使うのが無難なのではないかと。まあロマンはあるリーダースキルなんですけどね。そんな感じでございました。ちなみに進化前もっとぶっ飛んでて、こっちも覚醒2種類、なんか素直に喜べないよね。イデアルとかロシェってさ、なんか誰が見てもあこれ強いなって思うんだけど、なんかこういう系って尖りすぎてて、なんかこれ当たりなのみたいな感じになっちゃうよね。あと今日もね宣伝するよ、ファンイベントの、抽選の方まだやっておりますので、ぜひお暇な方ってなんかおかしいんだよな、まあ来れる方はぜひ来てほしいなと思っております。いろいろ考えておりますので企画をね、ということで終わります。以上、ナッチでございました。バイバイ。